三宝。くまモン、こんにちは。ここはね、ソンポケアユニバーシティといって、介護について学ぶことができるところなんだよ。でもこのようにするとですね、どん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 腰に負担がたまり、首腰が起きてしまう。これが今腰痛で苦しんでいるんです。くまモン、こんにちは。今みんなはね、おじいちゃんとおばあちゃんに喜んでもらうために介護の勉強を一生懸命しているんだよ。じゃあ車椅子押してみようか。くまモン、そんなに早く押しちゃダメだよ。車椅子に乗ってる人のことをしっかり考えて押さないとダメだよ。まあ、もう今度は上手にできたね。相手のことを思って行動できるかどうかがいい介護の秘訣になるんだよ。皆さん、今日はいろいろな体験ができましたね。大切なのは、おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちを考えて、お一人お一人に合った介護をすることです。そのために、今、ソンポケアでは最新のテクノロジーを使った未来の介護に取り組んでいるんです。